オルレアンの少女は、ピョートルチャイコフスキーが作曲した、全4幕からなるオペラ。1878年から1879年にかけて作曲されている。作曲者自身の手で書かれたロシア語のリブレットは、複数の題材をもとにしている。バシーリー・ジュコーフスキー役による、フリードリヒ・ホンシラーの擬曲、オルレアンの少女、ジュール・バルビエのジャンヌ・ダルク。 オーギュスト・メルメの自作オペラへのリブレット、アンリ・アレクサンドル・ワロンによるジャンヌ・ダルクの伝記である。作品は指揮者のエドゥアルド・ナープラ・ブニークへ検定された。ロシア語を用いた本作ではあるが、作曲者のオペラの中で、フランス・リューグランド・オペラへ最も接近しており、特に大二幕に取り入れられたバレエにその特徴が顕著に現れている。 世界初演は1881年2月25日に、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場にて、エドワルド・ナープラブ・ニークの式によって行われた。その後の主要な公演には次のようなものがある。チャイコフスキーのオペラにとって、初めてのロシア国外上演となったアドルフ・チェフ、式による1882年7月28日の、プラハ公演。 ミハイル・イッポリとフイワノフ式によるモスクワでのプライベートオペラ協会公演。パリスティーン式による1907年のモスクワでのジーミン・オペラ公演。ピッコロ、フルートさん、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、コルネットに、トランペットに、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、トライアングル、タンブリン、スネアドラム、大太鼓、タムタム、カネ、オルガン。 ハープ、玄五部。教会前の広場で、少女たちが多くを飾り付けて、歌を歌っている。農夫のティボーダルクは彼女らが幾度にも渡って祖国に、軽率な振る舞いをすることに苛立っていた。彼は17歳の娘、ジャンヌの将来を暗示、レーモンに、娘と結婚して、彼女を危険から守ってほしいと考えている。しかしジャンヌは異なる欲求を感じている。 継承がパリの陥落とウルレアン包囲を告げる。混乱の中、市民は救済を願って祈る。霊感を受け、ジャンルは直ちに勝利が訪れると予言する。少女は彼女の勇敢な努力を称える天使たちの声を聞きつつ、故郷に別れを告げる。シャルル七世とジャンヌ・シノン城では、王が職務を忘れて、愛称アニエス・ソレルとの戯れにふけている。銀遊詩人たち。 見習い騎士たち、ジプシーたち、道化師たちが互いを追いかけ合う。王は、怠惰さの中で何もすることができない。戦いで、致命傷を負った騎士のロレンが現れても、勇敢な騎士、デュノアが名誉を持って戦うと、王の元を去っても、王は、逃げ出すという決断を下すことができない。突如、大主教が姿を見せる。宮廷の使用人や人々が、王に、イギリスの敗走。 フランスの勝利、そして兵士を鼓舞した栄光の乙女のことを告げる。ジャンヌは驚く聴衆に対し自分に戦いを先導することを教えた幻影について語り聞かせる。諸女性の先生はその勝利の条件であったのだ。王の命によりジャンヌは兵の指揮を取ることになる。起乗するジャンヌ第一馬深い森の中、ジャンヌはブルゴーニュのキシリオネルと交戦している。 殴りつけられた彼の綿棒付き兜が落ちる。彼の若く美しい要望に見とれたジャンヌはとどめを刺すことができない。リオネルはジャンヌの寛大さに心を動かされる。噂によれば騎乗は敵を見逃すことはないというが、なぜ私だけに慈悲をかけるのかと彼が問うと、彼女は先生を思い返して自分の中で目覚めた感情に衝撃を受ける。 リオネルはフランスに味方することを決意し、自らの剣をデュノワに託す。この間まで敵対していた者の,の心の中で、ジャンヌへの愛が大きくなっていく。第二場国民が王と勝利と導いたジャンヌを祝福している。しかしながら、彼女の父は、娘の振る舞いはすべて悪魔の仕業であると考えて疑わず、その命と引き換えになったとしても、彼女の魂を守ろうと決意する。 王が生産台の組み上げを命じて彼女が祖国の救世主であると宣言すると、父が娘は悪魔と取引をしていると非難し皆の前で無実を証明するよう要求する。お前は自らを神聖で穢れがないと信じているのか、との問いにジャンネは答えない。彼女はリオネルへの愛に苛まれているのである。デュノワが助け船を出した時雷鳴が轟き、 おののいた市民はそれを天の審判であると思い込んで彼女を見限る。リオネルはジャンヌを守ろうとするが、彼女はリオネルを払いのける。捕獲されるジャンヌ第一はジャンヌ一人、離れた森に取り残されている。想像主へと約束された魂を、どうして死などにくれてやれようか。そこへ、リオネルが彼女を探し当てて、姿を現し、ジャンヌも熱のこもった応答をする。 しかし幸せな瞬間は長く続かず、イングランド兵が到着して、リオネルを殺害、ジャンヌをさらっていく。第二バルーアンの広場に、焚き木で家計台が組まれている。ジャンヌが火炙りになるのである。広場に集まった市民はジャンヌに同情的で、差し迫る、処刑の正当性には、疑念が持ち上がっている。しかし柱へ縛り付けられた彼女に、炎が放たれる。十字架を抱いて、 神へと叫び、つつましく、死へと向かうジャンヌに、許しを伝える天使の声が聞こえてくる。ありがとうございます。